はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、ね、令和になりましたね。新元号がまだね、変わったわけじゃないんですよね。5月1日から変わるよっていう風にニュースでは言ってましたけどね。まあ今日はそんな令和になった新学期が始まりました。あ、保育園のね、学校はね、それぞれ入学式、何、新学期のその始業式かはまだなんですけど、保育園はもう今日から始まってるんですよ。で、そんな新学期の一発目の朝に、次男、まだ次男は保育園なんですけど、玄関先で泣いてぐずって、もう保育園行けへん、いやいやいや、お家で遊ぶ、いや、そういうわけにはいかんぞね。10分ぐらいに会えたんですよ。なら奥さんが、ちょっともうあかんわって言うだから、僕がいつも息子が遊んでるこのバイキンマンのダダンランと、このね、ね、東北新幹線新カニオン E5 ハヤブサっていうのがいてるんですけど、まあ、この2体うちの次男が大好きで、これを息子が使って、これを僕が使って、いつも遊ぼう遊ぼうって言ってくるんですよ。戦いごっこをするわけです、バン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 。で、これでいつも遊んでるから、あ、じゃあさ、もうこれ持って新しい保育園のお部屋行こうって言ったら、いやーいやー、じゃあどうすんねん、ママと一緒に行っておいで、これで一緒にって、いや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 、父さんと行くって、え、俺ってなって、まあ、でももうね、10分ぐらい朝の時間は経過してるわけですよ。ならね、朝の10分ってまあまあ貴重な10分でございまして、もうしゃあないから行くわって言って、ほんまはね、僕が保育園とかそういういろんな菌が集まるようなところには行かん方がいいんですよね、こんな体なんで。ねえ、それ言ってもいいんやったら、僕毎日出勤して仕事しますよ、まあ、っていう感じなんですけども、そのね、息子が父さんと行くって言うから行ってきました。約1年ぶりかね、1年1ヶ月ぶりかな、3月、まあほんまに入院する直前までは息子を保育園連れてたんで、僕もそこから出勤してたんで、まあ久しぶりに朝の保育園のルーティーンを経て帰ってきました。ね、玄関で靴は新しくここで入れるんだよ、新しい部屋はここやで、タオルはここにかけんねんで、カバンを入れるロッカーはここに入れるんだよみたいなね、話をしながら、子供をスモークに着替えさせて先生にお願いしますって言って渡して行ったんですけどね、行ったら行ったで、まあ、おもちゃがいっぱいあります、お友達がいっぱいいます。じゃあもう僕のことなんか知らん顔ですわ、ほんまに。まあ子供ってね、そんなもんです。まあ自分もそうやったのかなと思います。まあなかなかね、部屋にも入らず、用意もせえへんと泣いてるお友達もいましたけども、まあそんな子もね、すぐ慣れるんでね。まあそんな朝のお話でした。まあ、1年1ヶ月ぶりの保育園、なんか変わったことでもあったかなと思ったけど、全然ですね、ほんまに。なんとかこなして帰ってこれましたね。うん、まああんまり行かん方がいい、うん、ですけど、まあ、そう、緊急事態やったんでね、今日はね、仕方なく行ってきました。まあもちろん帰ってきてすぐ手洗ってうがいしてゆっくりしましたけどね。まあそんな感じでございます。今日はね、以上です。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。